じゃあ、別に。はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、いつもと違ったスタイルで動画の方をね、撮っております。もうね、目の前にセッティングしてあるんですけれども、こちらですね、今日は、遠路さんのですね、最新のピザ窯、窯焼きマスターの方でですね、ピザの方をね、楽しんでいこうと思っております。もうすでにね、箱から出して、一部最初だけね、組み立てが必要なんですけれども、この足をつけたりとかですね、あとこの煙突をつけたりする工程があるんですが、基本的にネジでね、止めてあげるだけなので、簡単にね、しかも一人でね、組み立てることができました。そしてね、完成した状態がこちらになっております。で、今回こちらのね、遠路さんの窯焼きマスターなんですけれども、今までもね、遠路さん、いろいろなね、ピザ窯出してたんですけれども、今回何が違うかと言いますと、今までのものはガスだけ、もしくは薪だけというスタイルだったものが、今回はハイブリッドで、どちらも使えるようになったんですね。なんで、ガスでも使えるし、薪でも使えるということで、その時の状況に合わせてですね、好きな熱源で、ピザ、その他のね、調理を楽しむことができるというですね、究極のピザ窯になっております。私実はね、昔話をしますと、学生時代にね、ピザ屋のバイトをしてたことがありまして、今日はね、ピザ生地の方は、冷凍の生地を用意してあるんですけれども、そちらでですね、生地を伸ばして、このね、本格的なピザ窯400度以上にね、このポータルブール型でね、なるということなんで、あっという間に60秒から90秒ぐらいで、ピザの方がね、焼き上がってしまうそうなんで、どんな感じのね、ピザが出来上がるかね、楽しみにしております。今日に関しては、こちらね、裏側回っていただきますと、ここにですね、今日はガスをつけてます。ここのね、ガスのカートリッジというかですね、このアダプターみたいなものをつけるとですね、ガスで使うことができまして、これをね、取り外して蓋をつけると、中で薪を燃やしてですね、薪でね、熱源を利用することができるという仕組みになっております。ガスの方はですね、このようにガスのパイプで繋がれておりまして、今日はですね、CB 缶を使ってます。OD 缶でも使えますし、さらにね、LP ガスとかでも使えるということで、皆さんのね、お好みの熱源、まあ CB 缶がね、一番ね、コストパフォーマンス高いと思うんですけれども、どんなね、熱源でも使えるというところもね、嬉しいポイントかなと思います。オンオフはですね、ここを回してですね、カチャッとやってあげると、イグナイターもついておりますので、しっかりね、さっき一回点火してみたんですけれども、点火することができます。そしてね、表に回りまして、このね、特徴的なこの形。そしてね、中を見ていただくと、ちょっとね、映像だと分かりにくいかもしれないんですけれども、ここからですね、ガスが出ます。そして薪を入れるときも、ここのね、左奥の方に薪を入れてあげるんですけども、この内部がですね、丸くね、窯のようになっているので、ここでですね、効率よく温度が上がってですね、本当にね、コンパクトなサイズ感なのに、後でね、実際に温度なんかもね、測りながらやっていこうと思うんですけれども、コンパクトなんですけれども、しっかりとですね、高温になってですね、美味しいピザが焼けるということなんで、今日ね、めちゃくちゃワクワクしております。その他にですね、付属品として、こういったね、こう、ピザを取り出したり、サーブしたりする用の、ちょっと名前がわかんないんですけど、こういったものとか、あとはね、これピザを出し入れするときのやつですね、こうサッと入れて、サッと取り出すみたいなね、感じのものもついてきますし、あとはね、これ火を入れたときに、このままだとどんどん熱が逃げちゃいますので、こういったね、蓋もついてます。この蓋もですね、熱いんで、こんな感じでですね、ここにカチャッとはめてあげて、焼いているときとか、余熱しているときに関しては、このような状態で使ってあげることになります。さらにですね、この遠路さん、窯焼きマスターなんですけども、マニュアルもついてるんですけども、YouTube もやってらっしゃって、この中に QR コードでですね、組み立て方とか、あとレシピとかですね、そういったものもたくさんね、情報提供していただいているので、今度はこれ作ってみようかな、みたいな感じでですね、どん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 ですね、これを作ってみたい、あれも作ってみたいな感じでですね、いろんなことに、ね、チャレンジできる、わかりやすいね、動画なんかも配信していただいているのも嬉しいかなと思います。あとさらにこのね、サイド部分にですね、温度計もついてるんですけれども、窯焼きね、名人のですね、ツイッターの方、X のアカウントの方で、できればこういったですね、遠赤外線タイプの温度計があって、この下にね、ピザストーンをね、
配置してあるんですけども、この白いのがねまだ使ってないんで綺麗なピザストーンになりますけれども、こちらのピザストーンのね温度の方を測っていきながらしっかりとね余熱ができた状態でピザをね入れた方が美味しく焼けますよというねアドバイスをいただいております。ということでこの後ですね、今日はちょっとねグルキャンをしておりますので、みんなが揃ったらですね余熱をしてピザの方ね楽しんでいきたいなと思っております。いやーめちゃくちゃ楽しい、もうねこれ組み立ててる時からめちゃくちゃ楽しかったので、もう本当にね大人の最高の楽しみだなと思っております。ということでね、この後ピザの方ね実際に生地をね伸ばすところも含めてですね、皆さんにこの釜焼きマスターの方ね楽しんでいる様子見ていただければと思いますので、ぜひね最後までお付き合いください。それではね早速いってみましょう。はい、ではですねそろそろですね温度の方も上がってきましたので、生地の方のね準備をしていきたいなと思います。本当はねちょっとね生地を伸ばすですねプレートとかがあった方がいいんですけど、今日はねこちらでねそのままちょっとやっていこうと思います。まずね打ち粉をしまして、そして準備したね生地の方乗せます。そしてねさらにちょっとくっつかないようにですね粉を振りまして、いやこれ久しぶりだなやんの、20数年ぶりにやりますよこれ、この生地をね伸ばす工程。こんな感じでですね伸ばしまして、このね耳の部分をね少しね残していくんですね。そしてこうやってこれをこの親指と人差し指でこんな感じで回しながらこうやって伸ばしていくんですよ。めっちゃ服に粉ついてますけど気にせずいきます。こんな感じでね、これで切れないようにこうやって伸ばしていくんですよ。こうやってこれなかなかできる人いないですよ。これ20数年ぶりにやってますけどどうですか。これでこちらに合わせてですね、まあ、こんなもんでいいかな生地の厚さ的に。はい、ではですねトッピングの方をやっていきます。まずはですねトマトソースの方をこちらの生地にですね塗りまして、そしてねトッピングのバジルを散らします。はい、こんな感じでね、でさらにですね今日はトマトを乗せまして、そしてチーズですね、チーズの方はもっとモッツァレラチーズの方を散らしていこうと思います。そしてね最後に仕上げでですねオリーブオイルの方を一回し、これでね生地の方の準備が完了しました。あとはですねこちらのピザ窯の方のですね温度の方ねチェックしていきましょう。だいぶね横の温度計では今ね400度近くまで行っておりますので、あとはねこのピザストーンの方のね温度がどれぐらいになっているかというところをねチェックしていこうと思います。その場合ねこちらのですね遠赤外線で赤外線かで見れるねこちらのメーターの方が結構ね使えます。今まだですね260度ぐらいなのでもうちょっとね待ちましょう。はい、ではですねちょっとね中の釜のねこのピザストーンの温度を測ってみようと思います。こちらでですね今もう400度をね超えるぐらいになってきましたので、ピザの方ね投入していきたいなと思います。本当はねもう1本の方でやるんですけど、こちらで今日はね入れていってみましょう。ちょっと待って、もう1本もこっちも駆使しまして、あやばい、ちょっと時間が経っちゃったんでくっついちゃったな。そんなこともあるよよ。あやばい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 、だいぶ形が変わっちゃいましたけどもなんとかいきました。これでですねちょっと
よいしょ。1分から90秒ぐらい待ちます。あ、やばい、チーズだ。よし、リカバリー成功。よし、うわ、めっちゃ焼けてる。すごいよこれ。そうそうそう、ちょっとひっくり返して向きをね変えまして、いや、すごいすごい、本当にすぐ焼けてる。はい、ではね、そろそろねいいんじゃないかなと思いますので、よし、出していきます。若干初めてのハリケーンピッツァ、こんな感じです。どうでしょうか皆さん、出来上がりました。ちょっと周り焦げましたけども、いい感じにね焼けたんじゃないかなと思います。ではこちらをカットしてですね、食べていこうと思います。いきますよ。おお、いい感じ。よし、おお、できました。食べましょう。できましたよ。ちょっとこれ焼きたてが一番うまいんで、早く食べてください。ではあちゃ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 ちあちゃ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 ちめっちゃ熱い。あちゃちゃちゃ熱い熱いわ。手で持ちたいですねこれはね。あ、持ってってる、持ってっちゃう。よっ、よいしょ、いただきます。あ、下サクサク。ピザ屋のやつや。おお、やばい、ちょっともうチーズがもう滴ってますよ。生地すごい。いや、めっちゃうまい。いや、食べてください、食べてください。え、めちゃくちゃ外がサクサクちゃう。そうっすよ。すごい。なんか持った感じがもうピザや。うん。イタリアの人たちじゃん。ボーノ。うん。いただきます。あ、すごい。パリパリだ。パリパリ。うま、うま。え、短時間だったね、すごいね。そうですね、測ってないけど1分ちょっとぐらいですね。うめえ。何枚もきますね。外カリカリ、中もちもち。うん。そしてハリケーンさんのバイト時代の技が光る。そうそう、ちょっとせっかく綺麗に伸ばしたやつくっついちゃったんで汚くなっちゃいましたけど、おいしい、おいしい、おいしい。めっちゃうまいですね、ハリケーンピッツァ。はい、ということでですね、今ねピザの方一通りね焼く工程見ていただいたんですけれども、本当に簡単に短時間にね焼くことができました。これねピザ窯なんですけれども、もちろんピザ以外にも使うことができまして、お肉を焼いたり、あとねこのガスとか薪の場合は温度が上がりすぎてしまうんですけれども、炭なんかを使っていただければパンなんかもね焼くことができますので、皆さんのお好みの調理をですねご自宅のベランダとかアウトドアでですね楽しんでいただくことができるんじゃないかなと思います。まさにですね今評判もめちゃくちゃ良くて、本当に美味しいお店の味のピザが簡単に焼くことができましたので、これはね大人の楽しみとして最高です。ぜひね皆さんもねこちらページの方チェックしていただいてですね、使っていただきたいなと思う一品になっていると思います。ではね引き続きこの後もねピザ生地の方まだありますので、みんなでねピザの方楽しんでいこうと思います。Thank you.
はい、焼けましたよ。第2弾いきます。ピザ焼きライブ配信。はい、食べてください。よしさん、ほら、美味しそうです。取ってます、取ってます。回しパス。いただきます。この生地は全然変じゃん。うわ、かっこよく。うん、うん、うまい。フレッシュ、フレッシュ。うん、うん、はい、ということでですね、遠路さんの釜焼きマスターいかがでしたでしょうか。いやもうね、本当に使ってて、とにかく一言で言うならば楽しかったです。そしてピザの味はもちろんバッチリ最高に美味しかったですね。ポータブルのね、持ち運びができるピザ窯で、あそこまでですね、本格的なピザを焼けるとは正直ね、思ってなかったところもありますので、私もね、二十数年ぶりにね、元ピザ職人とは言ってもバイトなんですけども、のね、腕を振るってですね、昔を思い出しながら楽しくね、ピザを焼くことができました。仲間がね、集まるようなイベント、ご自宅のベランダ、お庭とかテラスとかですね、もしくはキャンプでグループキャンプの時とかに持って行ってですね、みんなでワイワイやりながら生地をね、みんなで伸ばしたりとか、好きなトッピングを乗せてピザを焼いたりとかね、様々なね、シチュエーション、人が集まるシチュエーションに盛り上がること間違いなし。しかも本当にね、本格的なピザが焼けるので、みんながね、笑顔になること間違いなしのですね、究極のね、ピザ窯なんじゃないかなと思いました。自宅でね、なかなかこうレンガのね、窯のピザ窯作るわけにはいきませんので、本当に持ち運べる。さらにね、嬉しいポイントがガス、しかもね、CB 缶がね、使えるっていうのがかなり経済的で嬉しいですよね。環境によってはね、OD 缶を使ってあげた方がいいかもしれませんし、長時間ずっと焼き続けるようなシチュエーションであれば、LP ガスっていうんですかね、プロパンガスみたいなものを借りてきてね、やっていただいた方が、より長時間ね、ずっと使い続けることができるとは思うんですけれども、それでもやっぱりね、CB 缶が使えるっていうのは、すごくね、経済的でありがたいなと思いました。さらにですね、キャンパーの皆さんであれば、焚き火慣れてると思います。ので焚き火に入っていたですね、薪なんかをピザ窯の方に移してですね、さらに追加でね、ちょっと燃えやすい木なんかを入れていただければ、薪の方でもね、運用できるというのも嬉しいポイントかなと思います。さらにですね、パンを焼くのが好きな方なんかは、炭なんか、薪だとね、ちょっと温度が上がりすぎてしまうそうなので、炭なんかを入れてあげればですね、パンなんかも焼くことができますし、料理上手な皆さんにとってはですね、ピザにとどまらず、他にですね、お菓子を焼いたり、パンを焼いたり、お肉を焼いたり、様々なね、料理に活用していただける、まさにですね、大人のエンターテイメントになるんじゃないかなと思いました。今現在ですね、確か今、1月ぐらいにね、納品予定のものを予約を受け付けてるんじゃないかなと思うんですけれども、概要欄の方にね、遠路さんのね、ページの方貼っておきますのでね、ぜひチェックしてみていただければと思います。ちなみに今日ご紹介した釜焼きマスターというのはハイブリッドモデル、薪もガスも使えるタイプになってるんですけれども、薪しか使わないよという方は薪だけ使えるタイプ、そしてガスしか使わないよという方はガスだけ使うタイプというのもありますので、それぞれね、ページの方ぜひチェックしてみていただければと思います。一家に一台とまでは言わないかもしれないですけれども、仲間内でね、一台持ってればみんなで集まる時にですね、ワイワイとね、楽しんで使っていただけるんじゃないかなと思います。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。いかがね。外カリカリ、中もちもち。はい。いきます。ライブ配信。
no more clouds on the freeway. Now tell me you'll stay.